です。僕の YouTube チャンネルは、TYTV という名前で YouTube をやってます。なんでちょっとテレビっぽい感じのことを今日はしようかなと思って、今 G スケートパークからやってます。はい、G スケートパーク神戸帰ってきてます。で、ゲストを迎えて、この、ちょっとインタビューというか話しながら撮っていければなと思ってますが、1回目のゲストはいきなりもうなんか最終ゲストみたいな感じですが、1回目のゲスト、兄の安床8です。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう1回目にして 最終回みたいな。いいんかな。いいんじゃない。いいんかな。いいんじゃないですか。はい、次のゲストをめっちゃ考えてみたいな感じになっちゃうけど、俺が、はい、お願いします。お願いします。改めて、はい、経歴を、安床8です。もうほとんどたけしと一緒ですけど、12歳から世界大会に出てて、で、もちろんもう X ゲームなんかはもう第1回目から知ってますけどね、昔からの世代になってくるんですけど、年齢は当時若かったんで、本当に今はまだ37ですけど、ある意味アクションスポーツのこう歴史はずっと見てきたかなと思ってます。で、今何やってるかというと、アスリートをちょっとこう一通りやらせてもらって、パフォーマーは続けてますけど、主にインラインスケートを使ったアクションスポーツの運動教室というのを展開させてもらってます。神戸中心なんですけど、岡山の保育園だったりとか、幼稚園とかにも指導に行かせていただくような運動教室にここ4年で成長してます。子どもたちもスケーターはインラインスケーターは増えてますけど、主に他のスポーツにメインを置いて、オフトレとクロストレーニングとしてインラインスケートを楽しんでくれてる子どもたちが今急増してます。はい、はい、ASC スクール、 ASC スクールいます。はい、はい、ここに出します。 ASC スクール、はい、よろしくお願いします。お願いします。この間からX ゲームスの今年が X ゲームス25周年で、 X ゲームス25っていうハッシュタグで、なんかいろいろ上がってるなとは思ってたけど、その中でほんまにまだ1週間も経ってないぐらい、今この撮ってる日から、X ゲームスの2003年 の、 インラインのバートが YouTube に上がって、で、タイトルも2003の X ゲームスというよりかはもうなんかザ・ヤストコブラザーズありがたいね、ヒストリー的な感じで上がってて、ありがたいわ。なんかすごいコメント見てると、なんかコメント欄もめっちゃ盛り上がってて、なんかやっぱその時見てたっていう人もいてれば、もうね、2003年以降に生まれた人がもう何初見やもんね。 10代後半ぐらいは行ってるからね。なんかこう、あ、インラインが入ってたんだとか、なんか結構でも面白いコメントがいろいろあって、なるほど、結構でもなんかもう一回、ね、カムバックというかジョイントしたらいいのにとかっていうコメントもいっぱいあるから、あれなんか嬉しいなと思いながら見て、別に X ゲームなくなってから退化したわけじゃないから、ね、あ、そう伸び続けてるから、進化もしてるし、で、そう、せっかくその動画が上がってるから、2003年の X ゲームスにちょっとこう注目して、はい、まずちょっと話をしていこうかなと。な、覚えてる。もともと自分たちが出てた時は2年おきに、開催場所がこう変わってるのが X ゲームスで、で自分たちが初めて出た98年の時はサンフランシスコでやってた、いや、サンディエゴ98年サンディエゴだ、97、98がサンディエゴ で、で次の年からサンフランシスコ2年、99年、2000年、その後フィラデルフィアっていうか、ね、2001年、2002年、で2003年がロスに行って、そこからずっとロスでやってる。そうやな、西海岸系のカルチャーが多いしね、スケートボードとかサーフィンとかもそうだけど、で2003年の X ゲームス、ロサンゼルス一発目で、レイカーズの本拠地のステップルセンター、もう室内の中で、フィラデルフィアの会場もめっちゃ大きかったけど、なんかロスの会場に行ってより会場が大きくなって、もう360度お客さんばっかり、なんか規模感というか、
威圧感もあるしね、お客さんのね、うん、現場の中ではやっぱりまあ緊張する大会やわな、規模だけじゃなくてね。あとやっぱもう元々スケート、あの2人が初めて海外の大会に出たのが95年のフェニスビーチでロスやったし、そうやっぱロスっていう場所にはなんかこうちょっと確かにゆかりがある、うん、なんか縁があるというか、ちょっと思い入れが強いから、やっぱりロスに X ゲームズが帰ってきたじゃないな、自分たちからするとその95年に出てロスからまた X ゲームズがロスに来たっていうので、なんかすごいなんかこうホームにな、うん、楽しいワクワクした気持ちが強かったかなっていう気がするな、あの大会は。でも覚えてないもうほんまに。あ、詳細は、うん、成績もあんまり覚えてない。ほんまに正直どっちが優勝したかも微妙、うん、まあ初めて、それこそ、おいちゃんやった99年、うん、そう初優勝とか、うん、俺は2001年に、うん、違う、2002年のフィラデルフィアで初めて優勝したりとか、あと98年初めて出たとか、うん、そういうのはなんかこ う、ね、記憶に残りやすいけどね、うん、2003年っていう、うん、2003と2004だって覚えてる、その成績、まあ、2004は俺あの優勝してるから。あ、そうか、めちゃくちゃ鮮明に覚えてる。しかも ね、あの新しい技をその X ゲームズに合わせてやってたから、あ、X ゲームズ初披露するっていうのであの仕込んでたから2004年とかはなるほどなるほど。ただ2003年は結構そのそうかそうか、その時の自分のめちゃくちゃベストな滑りができて、結果を言うと2位で1位、はい、で、まあ、1、2は取れてるけど、まあ個人的なことで言うと2位、もうめちゃくちゃベストの滑りができて2位やって、今でもその YouTube の X Games の YouTube アカウントでその動画見れるんですけど、今見ても、X Games がなぜこの2003年、2004年もあるし、まあ、過去のもあるのに2003年をチョイスしたかっていうのを見たら、うん、理由が分かる。すごい兄弟間の、戦いが、デッドヒートがすごい。あ、それまでにももちろんいろいろデッドヒートしてるけど、うん、2003年がよりレベルスタイルもうドンって分かれて、うんうんうん、でそのスタイルの中でめっちゃハイレベルな戦いをして、うんうん、2人とも90僕が、先に滑って1ラン目1人2回滑るんですけど、1回目でもうベストの滑りやって95点台。まあ、大体100点満点なんですけど、95点なんて普通はもう優勝する、絶対に優勝できる点数。逆に言うたら他のアスリートからしたら95点出されたらもう諦める。うん、確かに普通は確かに、うん、俺がもう人が出したらうわ95かってなるっていうぐらい、まあ100点はありえない、うん、まあスノーボードの大会とかでね、ショーホワイトがなんか100点みたいな話してたけどまああれはちょっとこう、ああいうのはちょっとお祭り要素もあるかなとは思うんで、まあ通常100点満点で100点っていうのはこういう芸術ポイントでなかなかありえない点数やから、95とか6とかなんてもう絶対抜かれることないだろうっていうような点数を1ラン目で出して、で、おいちゃんは1ラン目、俺の後に滑って1ラン目はダブルバックを失敗する。あ、ランの途中の最初の調子良くて、うん、カリフォルニアロールとかも全部決まって、結構初版じゃない、最初の方にじゃあ失敗した。そう、真ん中の中でもちょっと前の方でダブルバック失敗して、あ、で多分そっから登ってきてさらにもうちょっと滑ってるぐらい時間はあったかな。ああ、なるほどな。当時50秒だからね、今30秒がスタンダードやけど。ああ、それはなんかもう落ち込むやつや、自分で。そう、へこむやつや。そう、もう、まあ、一回失敗したらもう当たり前ですけど、もう一本しかないんで、この一本成功させないと。なるほどな、そういう展開やったわけやな。そう、だからワンラン目はめっちゃ分かりやすかった。ああ、95点出して、もうベストの滑りしたのと、もう途中で失敗して、80、まあそれでも80なんて出てたけど、あ、出て、で、2ラン目で、俺が、新しい技、その時に狙ってた1440、横回転の、バック4回転、うんうん、4回転、いや、もう普通のシンプルな横回転で、1440を狙った。ただまあ、もちろんそれまででメイクしたことない技を、まあ、大会のちょっと勢いも借りて、やったんで、まあ、もちろん大会は決まらず、
全然もうそれで終了ってなってで、自分の次はもうあのお兄ちゃん一人しかいないんでさあ8がラストラン、うん、1ラン目こけてる2ラン目どうなるっていう、 こう全会場全部がもう何万人っていてるこうお客さんも含めて全員がそこだけにもう集中して、あでも覚えてない覚えてない行く前とか、いやそれはもうでもプレッシャーしかないんじゃないもうそんな、まあ、そういうシチュエーションもいっぱいあるからね。そうそうそう、逆もそう。そうそう、お兄ちゃんが決めて俺が決めてなくて、そうそうそう、俺がラストでさあどうなるっていう、まあいろんなあのそういうロケーションはいっぱいある、シチュエーションいっぱいあるから。でしかもさ、その言ったら、まあ、自分の勝ち負けはもちろんやけど、この最後の順番で最後です、まあ、大会、ね、ここ決めなしゃあないやん、もう絶対通さな、おもんないやつやん、 大会としてね、流れが面白くなくなる。そうそうそう、だそこのプレッシャーっていうのはまあ今まで幸い何度か経験してきて、乗り越えるたびに強くなってきたし、まあ、失敗するたびに反省してきたけど、まあ、ずっとあの大会結構こうなんか大会専用な感じで思われがちなんですけど、どっちかというとショーを、もともとショーきっかけで滑ってるんで、ショーのやっぱりその構成というものを考えたときに、まあ、最後の人が失敗をして終わるっていうのはショーありえへんね。今までそのみんながこういい滑りでガーッて繋いできて、最後のこう締めを失敗することで一気にストーンって印象としては悪くなっちゃうっていう意識が2人の中にはずっとあるから、その延長でもそれが来る。そう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 、自分が決めて自分がいい成績をっていうのもあるけど、それもしかしたらそれ以上になんかこの大会以内のハーフパイプの大会のイベントが最後の自分が失敗したらなんかすごい尻すぼみで終わっちゃうみたいな変なプレッシャーもあるんだ。あるあるある。 そこやろうな、戦いは。あれは多分ね、俺ら2人以外の人は持ってなかった。ああそうか、おそらく今もそうやと思う。そんな大会においてその全体の流れを見てここでやっぱ決めてみんなでこう盛り上げようって意識をしながら滑ってるスケーターって多分今もそういけないんじゃないかな。やっぱり大会になるとあのみんな自分の滑りに集中するし、自分の勝ち負けだけをな見ていくからな、それは、まあ、それでいいし、大会は本来。まあでも確かにこのスポーツはあの、まあ、昔も今もやっぱエンターテインメント性が強いから、まあ、ルール分からなくても、まあ、見てて楽しいとか、まあ、あとずっと見ててこう、ね、そのなんかこう成績とかのポイントのところでそのドキドキハラハラするっていうのもやっぱあるから、うん、やっぱエンターテインメントの部分を意識するっていうのはイコールそのスポーツとしても、まあ、強くなれる、うんうん、なんかそこはどこまで行っても絶対イコールやろうなとは、うん、思うね、この、うん、この競技。まあそれはあのパーク種目にしろ、うん、ストリート種目にしろ、うん、まあ、それこそ別にスケートボードにしろ BMX にしろ、やっぱ各スポーツ、まあ、トップの人たちって少なからずそういうことをやっぱ考えられる人たちや、うん、まあ、ちょっと引きで全体見れる。そう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 、トニーホークにしてもデイブ・ミラーにしてもそうやったし、若いスケーターがそういう意識をする必要は、まあ、あんまりないけどね。まずはまあ自分の滑りを、うん、あの精一杯やん、そこでできるようにねどんだけ考えれてもやっぱり自分の滑りできひんかったら意味はなくなっちゃうから、まずは自分のスキルをしっかり磨いた。ただその次にそういうちょっとこうその大会すらもショーとして見れるようになるとすごい、面白い、まあ、競技としての魅力は増すやろ、うんうん、見てる人も面白いし自分もめっちゃ面白いし、うん、だ今の話だけ聞いてて、まあほんま正直その自分がその時にどう思ったとかいうのを覚えてないけど、たけし的にはだから1ラン目にも大成功してて、で2ラン目多分たけしの中で1ラン目を超える滑りって自分の中になかったんや。ないない、もうだから1440いったんや、うん、トライして、でここでもう言ったら転んで終わってるやん。だから俺としては自分の1ラン目の失敗もあるけど、たけが転んでることで締めなあかん気すんのよね、うん、多分そこのプレッシャーで、おそらく俺ラストやったら多分やってない。やってないよ。そう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 、そういうこと。最後に滑る人やったら、うん、いくらワンラメ決まってても多分次も、そう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 締めてる。うん。だそこやねん。そこで俺なんかだからさっきたけしに聞いて、お兄ちゃん優勝したでって聞いてるけど、あの多分勝たせ
勝たせてもらったやつやな。いやでも 俺はほんまにベストであったからね。当時、うん、まあ、その大会の話にちょっと集中して戻すと、うん、当時は俺まだダブル系のスピン1個もやってない、やってなかった。そうやってないの。もうほんまにエアーの高さと、あと、あ、まあ、バイキングフリップとか、もう回転数、まあ、今も俺そんなにいっぱいないけど、バイキングフリップ、マック9、あと5、うんうん、両サイド、両サイドの5と、あ、ほら、あの2003年ってくの字に、はいはいはい、くの字になってて、しかもそのくの字のあのところが1個盛り上がって、ちょっとレインボーみたいな感じになってる。あそこで5をインバートして、あ、もう4つか5つぐらいしかないから、あ、最後にマック10をしたかな、マックツイスト10としてるけど。なるほどなるほど。だダブルがなくて、ただそれでもまあこうその高さとグラインドの種類でめっちゃ手数打って、うんうん、で両方ともめちゃくちゃハマってもあのラーメン、うんうん、であれね これね、あ、そうそうそう、ギリギリでめちゃくちゃグラインド伸びたやつ、しかもスリートリック入れれて、あ、でもうほんまに出し切ったから、あれ以上のランはもうマジでない。なるほど。そのほら距離が伸びたのって、うん、自分も距離狙ってるけど、ほんまにちょっと偶然もあった奇跡。ちょっと乗りすぎたけど耐えれた奇跡やったから。あれをやっぱこうやって、でおいちゃんはまあスピン技をこう武器に、まあそうやな。1080カリフォルニアロール、ダブルバック、ダブルバック180と、あとまあシングルとプラットスピンとか、あとプラットセブン。やってたから、かそれでグラインドが、まあ、実はやけどレギュラーしかしてない。ちゃうねちゃうね、多分できひんかったやと思うね。もうほんまにさっきの話、もう置きに行くしかない。もうグラインドで失敗してドンザザーって終わったらもうこれ悲劇や、うん、だこういうのってやっぱあの映像を見てる人はとか、その当時、うん、日本やったら BS でやってたんですけど、うん、BS で見てたりとかしてる人ってやっぱり気づかなくて、うん、8が、はい、もう自分で要はグラインドを抜いてるというか、その、うんうん、力抜いたとレギュラーだけでやってるみたいな風に見えてしまってたと思うけど、うん、もちろん本人もグラインドの難易度も上げたいし上げたい上げたい、ただやっぱ流れの中で、まあ、特にやっぱハーフパイプって種目はやっぱもうルーティン絶対全部バッチリ決めないと、どんだけ良くてもやっぱ優勝はできひん競技やから、あれは多分渋々あのレギュラーのチョイスにしたんやろうな。だって3つか4つぐらいレギュラーしてる。いや単純に最低やけどね。最低や、普通の人は絶対それじゃあのさすがにジャッジも分かるから、それでは普通は優勝できひんけど、もうやっぱもう形だけでもそれ以上のスピンの詰め込み方がエグかったから、あのルーティン、ね、ロールからスタートして、まあ、最初はセットアップ、あの高いエアーで行ってフラット10やって、ね、ただくの字のこっちの広い方に来ないとあかんから、そうそう、それをテイキ3やって多分すぐそっちに行くんじゃないかな。で、まずレギュラーしてた。で、そっからセットアップ入れてダブルバックやって、ダブルバック180やって180入れて、で、ダブルバック入れて、あー、思い出してきた。そうそうそう。で、フラットとかも入れて、うん、で、最後にもう一回ダブルバックする。そう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 。だから、ダブルのスピンをあのラン3つで、そうで、しかもフェイキー着地の技が多いから、そう、よう50秒あれ繋いだな。やっぱ後ろ向きで着地する技はその次高さも落ちるし、こうパンピング、クギーもしにくいから、50秒の中に入れるとめちゃくちゃしんどい。これはもう基本だから、前高さを出したいからほとんどの技が前着地ばっかりです。最後のマック10ぐらいフェイキー着地は、そうそう、後ろ着地が多いのよ俺。あれはやっぱ見てる方も分かるから。で、それをやって自分ベスト出して、まあ、おいちゃんはそういう形でグラインドはちょっと急遽もうレギュラーのみで貫いたけど、だってやりに行き、かけに行きながら悩んでるもん、うん、悩んでトップ、いやもうレギュラーで今みたいな、あの舞台と、まあ、あの状況はやからね、そうトップソウルも多分決まるやろうけど、うん、それすらもう、もうそうそう、だ手出されへん、うん、プレッシャーというか、あったね。だからダブル、その時にあやっぱりもう絶対ダブルの技がいるって俺はもう、いや自分のほら出し切って負けたからすっきりはしてたけど、同時になんかこう、あ、これやっぱ無理やなと、もうやっぱり俺もダブルの技を練習しないして、ちゃんとメイクしないと、これはもう絶対勝たれへんなっていう、なんか壁にもぶち当たった大会やったから覚えてる。
じゃあ2004年ぐらいからもうダブル技のあれか X ゲームスで言うと、違う違う、俺そうだから X ゲームスで初めて大会ではダブル、あのダブルフラット、ダブルバイキングをやってるから。そうや、まあ、その前にダブルフラットスピンはやってたけど、もう2004年、X ゲームスがいつもあれ6月とかにやってて、7月とかかな、ロス行ってからは、うん、だからその2004年に入ってから多分ダブルフラットは仕上げて、ただメソッド入れるダブルバイキングは、できてた。その1個前、X ゲームス、2004年の X ゲームスの1個前の大会から出せたけど、あえて出さなかった。あそこでは出さんかった。ダブルフラットだけにして X ゲームスまで温めた。そういうのもな、大事な作戦やから。そう、それぐらいやっぱりこう1年周期で、うん、進んでたから。確かに、まあね、2003年はだからそういう意味ではなんかめっちゃ今見ても、あ、今見てもあの、あ、出し切ったなって思う自分で。へえ、いいな、なんかそれ、うん、あ、出し切ってるなこの大会っていう。あの、これで負けたら悔いはない、悔いはないけど、その逆の、滑りに関して悔いはないけど、そのスタイルの一個限界を見たというか。なるほどなるほど。もう一個なんか増やさなあかんわっていうことね。そうそうそう。いや、なんか こんな話を改めてせえへん限り、そのランだけ見て、エイトさんこれレギュラーだけですやんって言われて、へへへで終わるところやけど、なんかそういうのはこうなんかこれから YouTube で、そうやな、あのやっていきたいなって思ってる。その、いや面白い今の話。はい、話がちょっとあの脱線して長くなったけど、一回ここで今日は一回切ります。なるほど。で、次またちょっと話題を変えて、はいはい、もうちょっとだけもう一回出るわけ、しゃべろうか、もう一回出る、もう一回いきます。はい、なので、今日はじゃあここでお別れです。、はい、さよなら。さよなら。